本書を読めば、貯蓄1000万円の壁が楽々突破できるだろう。皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルの竹見です。今回は、 飯村久美さんが書かれた年収300万円でも楽々超えられる貯蓄1000万円の壁をご紹介していきたいと思います。この動画で興味を持っていただきましたら概要欄のリンクからぜひ一度本書を手に取っていただけると嬉しいです。それでは早速楽しみながら一緒にお金の勉強をしていきましょう。本日のお品書きは次の通りです。一元で まずは1000万円貯めろ。貯蓄1000万円の壁を越えると、夢のような世界が待っているということについて。 2件で99、99%の人が毎日行っているあそこに3日行かないだけでお金が溜まりすぎてやばいということを3件でやればわかります。〇〇をやめるだけでジャブジャブお金が溜まっていくということを解説していきます。それでは1件のまずは1000万円貯めろ貯蓄1000万円の壁を越えると夢のような世界が待っているについて解説していきます。さて本書はタイトルが示す通り貯蓄1000万円 万,万円の壁を越えることを目指す本です貯蓄1000万円なんて言うと自分には到底無理だとかそんなに貯められるかなと 弱気になってしまう人多いかもしれませんが大丈夫です。必ずあなたにもできます。実は日本の2人以上の世帯で約35%が貯蓄1000万円を超えているというデータがあるんです。ですから貯蓄1000万円というのは決して到達できない目標ではなく貯蓄の仕組みと慣れ次第で誰でも実現できる額なんです。またコツコツと長期的に貯蓄を続けることで貯蓄1000万円 とととといいううのは楽々と達成できる数字ということもよく考えてみればわかります例えば、月に3万円ずつ積み立てると、金利が3%の場合21年、金利が5%の場合であれば18年で1000万円貯めることができます。次3万円の積み立てならば、なんとかできるよと思う人も多いのではないでしょうか。 1000万円というのは、いきなり言われたら大きな数字なんですが、時間をかけてコツコツ積み上げていけば、思っているほど大きな金額ではないんです。今すぐに、例えば1年後とか、3年後に1000万円貯めようなんて思うから、途端に現実味のない話になってしまい、多くの人が、 自分には到底無理だと諦めてしまうんです。そうではなくて、コツコツと長期的にやっていけば、誰だって1000万円貯められるというのを、まずは知ってください。そして、お金を増やす方法というのは、この世の中に3つしかありません。1、家計に入ってくるお金を増やす。 2. 家計から出ていくお金を減らす。3. 家計にあるお金を運用する。この3つのことを実行する以外でお金を増やす方法というのはこの世の中にありません。ですが、例えば多くの人は1つ目の家計に入ってくるお金を増やす。すなわち高収入でなければ貯金できないという勘違いをしています。ですが、 年収1000万円の人がお金をどんどん貯蓄できているわけではありません。実際に年収300万円の人だって貯蓄1000万円の壁を優に超えている人は珍しくないと著者は言います。だから自分は収入があまり高くないからとがっかりする必要は全くないんです。ちゃんとお金の増やし方さえ知っていれば誰だって貯蓄1000万円の壁は超えることができるんです。とはいえまだ貯蓄1000万 円と言われても現実感が出てこない人が多いと思いますその人のためにしっかりと貯蓄1000万円の壁を越えた暁にどんな世界が待っているのかということをリアルにご紹介しておきたいと思いますきっと貯蓄1000万円を超えた先に広がっている世界の素晴らしさを知れば貯蓄しようというモチベーションがぐんと高まるはずでありますそれでは早速参りましょうまずは一つ目にご紹介したい 貯蓄1000万円の壁を超えるメリットは、貯蓄がさらに加速する世界に突入できるということなんです。さてこれはね、何と言っても皆さんに知っておいていただきたいメリットなんですが、実はお金というのは、 元手があればあるほどどんどん増えていくものなんです。つまり、貯蓄が1000万円あると、もっと簡単にお金を増やすことができるようになるんです。そんなのずるいよと、お金持ちだけが得をするのかと思う人いるかもしれませんが、これが資本主義のからくりというか、資本主義の厳しい現実なんです。そもそも、貯蓄1000万円貯める過程において、 投資を活用することは必須です。なぜならば、毎月3万円貯めるにしても、ただ銀行口座に毎月3万円貯めていくだけでは、1000万円に到達するのに、約30年程度かかってしまうのに対し、月3万円を、 投資しながら積み立てていけば金利3%なら21年5%ならば18年で1000万円が貯まるからです投資の力を活用するのとしないのとではお金が貯まるスピードがはるかに変わるということがお分かりいただけるでしょう例えばインデックスファンドの期待できる平均利回りは5%程度と言われておりますから月3万円を投資せずに口座に貯めている人であれば30年かかるところを インンデックスファンドななどを活用すすれば18年と圧倒的に短縮でできるわけなんですよくね、1000万円貯めようというと、そんなの無理だと思う人いるんですが、それはこの投資をするということ、投資の力を活用するということを考えていないからであります。 確かに、コツコツと全く投資せずに1000万円貯めるというのはかなり大変でしょうが、投資の力をうまく活用すれば、より簡単にお金を貯めることができるんです。そして、投資の力を使いながら、実際に貯蓄1000万円を超えると、さらに大きな金額を投資に回すことができて、どんどんお金が増えていく世界に突入できるんです。例えば、インデックスファンドの平均期待利回りが年間5%だとすれば、 投資している人であれば1年間で得られる利益はたった5万円ですが1000万円ならば10倍の50万円になるんですそしてその50万円をさらに投資に回すことができるんですこれがお金を持っていればいるほどどんどんお金が簡単に増えていく理由になりますそして 1000万円の投資によって得られた50万円をさらに投資に回すことを福利で運用すると言います。福利は投資によって得た利息を元本に上乗せし、その金額を新しい元本として次の利息を計算するので利益が上乗せされるたびに元本がどんどん雪だるま式に増えていくんです。この福利による資産増加のスピードは私たちの想像を絶するほどとても大きいため、貯蓄1000万 円を実現するまでに比べ貯蓄1000万から貯蓄2000万貯蓄2000万から貯蓄3000万円へ到達するスピードはどんどん早まっていきますつまりどんどん効率的に早くお金を増やすことができるということですこれこそが何としても貯蓄1000万円を貯めなければいけない大きな理由の一つなんですそれではここまでで一つ目の貯蓄1000万円の壁を超えるメリット貯蓄がさらに加速する世界に突入 できるにについての解説を終わりにしますそれでは次、二つ目にご紹介したい。貯蓄1000万円の壁を超えるメリットは、安心感が手に入り、メンタルが超安定するというメリットです。さて、安心感とかメンタルの安定というのは、私たちが健康的に生きていく上でとても重要なものです。例えば、 精神的なストレスや不安は体にも悪影響を及ぼすことが研究によって示されているんです。例えば、心臓病、免疫系の低下、 炎症高血圧などのリスクが高まることが知られていますまたメンタルが安定していれば私たちは幸せを感じやすくなります日常生活の中での小さな幸福や満足感を得られやすくなるんです逆に言うとメンタルが不安定だと私たちは幸せや満足感が得られなくなってしまうんですまたメンタルが不安定な状態だと人間関係も悪化してしまいます誰もメンタルが不安定な人と 付き合いたいいたと思わないからです一方で精神的に安定していると付き合うのが楽になるので人間関係の質も大きく向上することでしょうこのようにメンタルの安定というのはとても重要なものなんですが多くの人が日々悩み様々なことに心配を巡らせメンタルの調子を崩していますですがその心配事や悩みの多くがお金に関するものではないでしょうか 逆に言うと、貯蓄1000万円を貯めることができれば、こういった悩みや不安はどんどんなくなっていき、 安心感が得られ、メンタルがとても安定するんです。私たちは日々の暮らしの中で様々なリスクに対する不安を潜在的に抱えているんです。例えば、怪我や病気をして医療費が払えなくなってしまったらどうしようとか、突然のリストラや会社の倒産、仕事の減少などで収入がなくなってしまったらどうしようなどと将来に対する不安をいつも抱えているんです。さらには、 物価がどんどん上昇し、お金の価値も下がり、将来への不安が日に日に高まっている方もいるかもしれません。貯蓄がゼロの人は、不足の事態が起きた時に、ただただ途方に暮れてしまったり、日々将来の不安にエネルギーを取られ続けることになります。ですが、貯蓄1000万円という壁を超えることができれば、万全と抱えていた不安は、一つ一つ消えていくんです。 確かに将来に不安なことはあるが最悪お金あるんだから何とかなるでしょという安心感を得ることができます別にリストラされても失業して収入が大幅に減ってしまっても当面の生活費に困ることなく新しい仕事を探したり今後の見通しを立てられるあるいは 地震や台風、洪水などの災害で被害にあっても慌てずにある程度の生活を立て直すことができる。事故や大きな怪我をした時でも入院費や治療費を気にせず病院に行くことができる。 このように貯蓄1000万円あればお金があるから大丈夫という精神的な余裕が生まれるんです。そして不安がなくなるとストレスが減って心穏やかに毎日を過ごせるようになります。もちろん瞑想してメンタルを鍛えてメンタルの安定を保つとかマインドセットをガラッと変えて不安を感じないような状態を作るとかそういった方法論も有効だと思います。ですが最も手っ取り早くわかりやすく メンタルを安定させる方法はお金を貯めることなんですそれではここまでで2つ目の 貯蓄1000万円の壁を超えるメリット。安心感が手に入り、メンタルが超安定するについての解説を終わりにします。それでは次3つ目。貯蓄1000万円の壁を超えるメリットとしてご紹介したいのは、仕事が辞められるというメリットなんです。さて現代人の多くは非常に多くのストレスを抱えています。そのストレスの多くはおそらく仕事関係のストレスではないでしょうか。上司が鬱陶しい、部下が言うこと 仕を聞かない。同僚に陰口を言われる。仕事内容がそもそもつまらない。通勤電車が嫌だなどなど、多くの人が仕事関係のことで悩んでいるんです。仕事は嫌だが、生活費を稼ぐために仕方なくやっているという人も多いでしょう。ですが、貯蓄1000万円の壁を超えると、あなたはいつでも仕事を辞めることができます。今の仕事を辞めたいと考えている人は結構多いのではないでしょうか 上司をはじめとした職場の人との人間関係、会社の雰囲気、やりがい、労働時間、給与の不満など、仕事を辞めたい理由は人によって様々です。こうしたストレスを抱えながら、実際には生活のためにお金が必要だから、なんとか我慢して働き続けているという人は本当にたくさんいます。 ですが無理をして仕事に追われる生活をしていれば精神的にも肉体的にもどんどん疲労が蓄積して最悪の場合心の病を患ってしまうこともあるでしょうだから病気になってしまう前に取り返しがつかなくなってしまう前にあまりにもストレスがかかりすぎる仕事は思い切ってやめるという選択をする必要があるわけですですがここで大きな問題が立ちはだかっているんです お金がないと、たとえどんなに嫌でも仕事を辞めることができないんです。 貯蓄がないのに、急に仕事を辞めてしまえば、来月の家賃や水道光熱費が払えなくなって、その後の生活が困窮するのは目に見えているからです。ですがもし、あなたにある程度の貯蓄があれば、しばらくはお金のことを気にせずに生活することができます。一度リセットして、体制を立て直し、自分の未来を見つめ直す時間を持つことができます。貯蓄が1000万円あれば、具合が悪くなるまで我慢する せずにスパッと仕事を辞めるという決断ができるわけです。また 別に今すぐ仕事を辞めるつもりがなくたって自分はその気になればいつだって辞められる次の仕事を慌てて探す必要はないと思えるので安心感が全く違うんですたとえ職場で上司に嫌味を言われて落ち込んだとしてもまあ最悪仕事を辞めれるからなぁと思えれば気持ちを立て直すことができますしショックも少ないでしょうそんな理想的な自由な働き方嫌な仕事から逃げるという選択肢を持つ ためにも貯蓄1000万円を目指す価値があるんです。さていかがでしょうか？ ここまで3つほど、貯蓄1000万円の壁を超えるメリットをお伝えいたしました。その他にも、貯蓄1000万円の壁を超えると、人生の選択肢が広がるとか、病気になっても遠慮せずに仕事を休めるとか、1000万円貯めるという過程で、自信がついて自己肯定感が高まるなど、様々なメリットがあるんです。貯蓄1000万円の壁を超えた向こう側には、本当に素晴らしい世界が広がっているのです。 それでは一元の内容をこの辺でまとめておきます一元まとめ一元では貯蓄1000万円の壁を超えるメリットを6つ紹介しています一つ目は 貯蓄がさらに加速する世界に突入できるということ。二つ目は安心感が手に入り、メンタルが超安定するということ。三つ目は仕事が辞められること。四つ目は人生の選択肢が広がること。五つ目は病気になっても遠慮せずに仕事を休めること。六つ目は自信がつき、自己肯定感が高まるということでした。 それでは次2件で99%の人が毎日行っているあそこに3日行かないだけでお金が溜まりすぎてやばいということを解説していきます。さて1件では直築1000万円貯めることのメリットが分かりました。そこで2件では具体的にどのようにしていけばお金が溜まるのかというお金を貯める際に非常に重要なコツについていくつかお伝えしていきたいと思います。まず一つ目にお伝えしたい。お金が ぐんぐん溜まる人になれる魔法の方法はつまり、コンビニの利用を3日間やめてみるということなんです。さて。 お金を貯めていく上で、コンビニとの付き合い方は非常に重要であると著者は述べています。現代の生活において、コンビニなしでは生活できないという人、結構多いはずなんです。中には、毎日のようにコンビニに行っている人も多いのではないでしょうか。現代には、本当にコンビニが大好きな人がとても多いんですが、そんな人に、コンビニにもう金輪材行っちゃダメですというのは、なかなか現実的ではありませんから、 まず3日間だけコンビニに行くのをやめてみようということを提案したいです。前を通ったからといって、なんとなく入ってしまい、なんとなくちょこちょこと買い物をしてしまうことを、著者はコンビニ脳と言っています。このコンビニ脳にメスを入れることも、 お金が貯まる生活への転換になり得るものなんです。例えば、仕事帰りにふらっとコンビニに立ち寄って、ビールやおつまみ、スイーツ、スポーツドリンクなどを買ったとしましょう。これだけで軽く500円はいっちゃいますよね。こんな日が週に5日もあれば、1週間で2500円、1ヶ月で1万円、1年間で12万円もの出費になります。また人によっては、 一回立ち寄るだけで1000円使っている人だっているでしょう。そんな場合は年間で24万円にもなります。1000万円を30年で貯めるためには1日1000円節約すればいいわけですから、コンビニに行かないだけでその目標は達成できる計算になります。そしてコンビニに行かなくなるメリットはこういったお金の無駄遣いをなくすだけではありません。 実は、無駄遣いのほとんどというのは、ストレスや不安が原因になっているんです。コンビニで無駄遣いしてしまうのは、ストレスや不安の吐き口になっているからなんです。これまでコンビニを利用してきた人ほど、コンビニに3日行かないだけで、コンビニに自分がどれほど依存していたのかがよくわかるでしょう。 これは買い物自体を見つめ直す非常に良い機会と捉えることができます。健康のために断食が良いというのは皆さんご存知ですよね。毎日の食事で負担をかけている胃袋を空っぽにすることで私たちの体は本来の機能を取り戻し体調が良くなっていく。これが断食の効果です。そして コンビニに行かないというのもある意味この断食に似ています。ストレスによる無駄遣いで負担をかけている財布と心をデトックスしてあげるんです。そして3日間コンビニに行かないことが達成できればその後も行かなくて済むようになる確率が高いでしょう。そしてコンビニに行かないだけでこんなにお金が貯まるんだということをすぐにあなたは実感できるはずなんです。また コンビニに行かなくなれば、お金が貯まるだけでなく、同時に健康にもなれるでしょう。あなたがついついお菓子とか、健康に悪い食べ物とか、お酒を飲んでしまうのは、コンビニという24時間、そういった食べ物が非常に手に入りやすい環境にあるからでしょう。ぜひ健康のためにも、コンビニに立ち寄ることは今後控えるようにしましょう。 それでは一つ目のコンビニ利用を3日間やめてみるについての解説を終わりにします。それでは次2つ目にご紹介したいお金がぐんぐん貯まる人になれる魔法の方法はつまりチラシや広告を絶対に見ないという方法になります。さてこのチラシや広告を絶対に見ないというのはシンプルながらめちゃくちゃ効果の高い方法になります。私たちが何か欲しいと思うのはそもそもチラシや 広告が原因ではないでしょうか ですから、ぜひ一週間ほど、チラシや広告を見ない生活を送ってみてほしいです。そうすると、そもそも何かが欲しいという欲望が消えていくことがわかるでしょう。そして、無駄遣いが圧倒的に減るということがわかるでしょう。そもそも、チラシや広告の宣伝文句には本当に注意が必要なんです。それは、同じものなら安く買いたいという人間の心理をうまくついているからです。宣伝文句に誘われて、 安いから買いに行こうと言って買い物に行くと予定以外の出費がかさむということを皆さんは経験しているはずでしょう。チラシにある お買い得商品を求めに行ったはずが、ついつい余計なものまで買ってしまうんです。釣りで言うと、私たちがいわゆる獲物なら、チラシや広告というのはき絵のようなものなんです。私たちはいとも簡単に、釣り糸が垂れているところまで、チラシや広告によっておびき寄せられているわけです。店側からすれば、チラシに釣られて、お店に来てもらえればもうしめしめといった感じなんです。なぜならば、 スーパーなどの店内には私たち消費者がつい買いたくなるような仕掛けが張り巡らされているからです。例えばスーパーの多くが消費者の流れが左回りになるように設計されているんです。それは心臓が左側にある人間にとって左回りの方が心地よく感じるためと言われています。またほとんどのスーパーでは メインの入り口付近に果物売り場があるんです。これはスーパーの店頭に鮮やかな明るい色を配色することで買う側の気持ちを高揚させるという仕掛けになっています。その他にも 様々な心理学を駆使してお店側は少しでも売り上げが上がるように徹底的に工夫しているんです。徹底的なマーケティング戦術によって私たちの財布の紐が緩みやすい仕掛けを随所に盛り込んでいるというわけなんですね。ですから無防備にチラシや広告に釣られて店に行ってしまったらもうアウトです。私たちは他のものを買いたいという欲求に抗うことはできません。 ですから、そもそも無駄な支出を回避するためには、不必要にチラシとか広告を見るのをやめてください。仮に、チラシや広告を見てスーパーにお買い得品を買いに行くのであれば、あらかじめ自分が欲しいものだけをメモしてから買い物に行きましょう。そして、そのメモに書かれたものを買ったら、すぐさま買えるようにしましょう。 それではここまでで二つ目のお金が貯まる人になれる魔法の方法。チラシや広告を絶対に見ないについての解説を終わりにします。それでは次三つ目にご紹介したい。お金がぐんぐん貯まる人になれる魔法の方法は、ズバリ、モチベーションを保つための夢を持つという方法です。さて、お金がぐんぐん貯まる人になれる魔法の方法。それは、モチベーションを保つための夢を持つこと。 一元で貯金をすることのメリットについて詳しく解説いたしましたがメリットを知るだけでは当然現実にお金は貯まりませんよねお金を貯めるには実行する必要があるんですですがなかなか貯蓄1000万円を達成しようという目標を掲げるだけで心が躍る人というのはいないんですねその目標だけで継続できる人はなかなかおりません ですから、お金をコツコツと貯め、1000万円の壁を突破するためには、あなたの背中を強く押してくれる、強い動機が必要なんです。そしてその動機こそが、ズバリ、夢なんです。何のためにあなたはお金を貯めるのか。お金を貯めて、結局あなたは何がしたいのか。お金を貯める目的があなたの夢を実現するためであれば、俄然人はやる気が出てくるものなんです。さて、皆さん、お金があれば何をして、 たいですか自由に想像してみてください。留学をしたい。家族旅行をしたい。マイホームを建てたい。好きな仕事を始めたい。想像するだけで楽しくなるようなことを思い浮かべましょう。目標金額を達成した後の楽しみがあるかないかで、モチベーションは確実に変わります。貯金1000万円の壁を達成するまでには、 当然辛いことや苦しいことだってたくさんあります。お金を節約するために何かやりたいことを我慢しなければいけない時だってあるでしょう。そんな時、あなたの心を支えてくれるのがあなたの夢なんです。夢を持たずに、ただがむしゃらに貯金をしようとしたって。 苦しいと思った時、ぽっきりと心が折れて途中で挫折してしまうでしょう。ですから、具体的な夢を持つんです。例えば、1年間で30万円貯めて家族で沖縄旅行に行くとか、10年後に家を買うために500万円の頭金を貯めるとか、20年後に2000万円の貯蓄を実現するなど、 具体的な夢を持ちましょう。もしあなたにこういった具体的な夢があれば、無駄遣いをしようとした時に踏みとどまることができるでしょう。さらに、ここが重要なんですが、節約した時に惨めな気持ちになることがないんです。例えば、外出先であなたがお腹が空いたとしましょう。ちょっと今日は何か食べて帰ろうかなと思った時。 選んだのは食べたいものよりも300円安いメニューでした夢を持たずにお金を貯めている人はお腹が空いたのにお金のために我慢したちょっとかわいそうな自分という気持ちがどうしたって芽生えてしまい惨めな気持ちになってしまうでしょうしかしそんな時例えば高級自転車を買いたいという夢があれば今節約して300円で自分の欲しい高級自転車を買うという夢に一歩近づくことができたとプラスに考え 変えることができるんです。多くの人は？ 老後が心配だからとか将来がなんとなく不安だからといったネガティブな理由でお金を貯めようとしますですがこういったネガティブな動機ではお金を貯め続けるのは現実問題とても難しいですですがプラスの夢があればモチベーションは全く変わるんです人間は目標や夢があれば前に進んでいくことができるんです例えば食費を月にあと2万円減らしたいとあなたが漠然と思っていても減らすことは はできないででしょうですが例えばハワイ旅行に4年後に行きたいんだそしてハワイ旅行の軍資金である100万円を貯めたいんだとなれば話は一気に変わります。4年後 つまり48ヶ月後にハワイ旅行に行くためには毎月2万円貯める必要があるんだ。こう考えるだけで明確な目標がないまま減らそうとしていた食費の2万円は4年後にハワイ旅行に行くための2万円という強い動機に変わるんです。 同じ月2万円を節約するにしても、4年後のハワイ旅行という夢があるのとないのとでは、取り組み方の本気度は大きく変わってくるんです。ですから皆さんも前向きに貯金がしたくなるような夢を見つけていきましょう。 そうすれば楽しみながらお金を貯めることができます。それではこの辺で二元の内容をまとめておきましょう。二元まとめ。二元ではお金がぐんぐん貯まる人になれる魔法の方法を三つほどご紹介しております。一つ目はコンビニ利用を3日間やめてみること。二つ目はチラシや広告を絶対に見ないこと。三つ目はモチベーションを保つための夢を持つという方法でした。それでは次三元でやればわかります。〇〇 をやめるだけでジャブジャャブブお,ききお金をどんどん貯めるための素晴らしい方法について皆さんにご紹介していきたいと思います。3件では次の2つの方法をご紹介していきましょう。お金がぐんぐん貯まる人になれる魔法の方法1ネットショッピングの無駄を洗い出す2 〇〇をチェックして、浪費癖を叩き直す。では、それぞれ具体的に一つずつ取り上げて説明してまいります。まずは一つ目。ネットショッピングの無駄を洗い出すから解説してまいります。さて、コロナ禍で外出自粛が続いた結果、利用回数が増えたのがネットショッピングであります。 あなたもポチッと購入ボタンをついつい押してしまう側の人間ではないでしょうかネットショップでお金を費やしてしまうのはワンクリックで購入できるという圧倒的な便利さにありますまた最近では当日や翌日に発送されるという圧倒的なスピード感も売りになっています私たちがお店で商品を現金で購入するためには欲しいものを調べ現金を用意しお店に実際行って商品を手に取り メジに並んで財布から現金を出して購入するといったかなり多くのステップがあるんです。しかし。 ネットショップの場合は、すべて100円の商品でも、数万円の商品でも、すべてワンクリックで自宅に届いてしまいます。もちろん、これは非常に便利なことではありますが、これでは、無駄遣いをしている痛みを感じられなくて当然でしょう。お金を使っている感覚がなくなってしまうんです。さらに、クレジットカードという出費の痛みを感じにくい方法で決済をして買い物が終了するため、 ネットショッピングというのは本当に私たちにお金をたっぷり使わせるためによくできた仕組みなんです。さらにネットショップからは購入履歴からこんな商品もおすすめですとサイトの画面やメールで丁寧に案内が届くようになっています。 こういった巧妙な販売戦術によって私たちはどんどんいらないものを買わされてしまいます。また現在私たちの多くがネットショッピング依存症という今まで人類が経験してこなかったような依存症の脅威にさらされています。最近では ネットショップで大量の買い物をすると、麻薬中毒と同じように、ドーパミンが大量に放出されることが、脳科学の研究から分かってきたんです。ポチルという言葉がある通り、買い物ゴにポンポン物を放り込んでいくのは、結構心地がいいですよね。 あの時、私たちの脳の中では、ドーパミンが分泌され、気持ちよくなっているんです。ついついいいらないものを、ネットショップで買い込んでしまうという人は、もうすでに、ネットショッピング依存症に陥ってしまっているのかもしれません。そして、今、たとえ依存症に陥っていなくたって、いつか陥ってしまう危険性があります。ですから、現代人は、 ネットショップとの付き合い方をもっと見直す必要があります。まず、ネットショップで自分の無駄遣いをぜひ一度確認してほしいです。やり方はとても簡単。 まず、自分の購入履歴から直近1年間で買った商品の満足度を10点満点で点数化しましょう。そして、7点以下の満足だった商品をリストアップします。そして、それらの商品の合計額を計算します。その合計額こそが直近1年間で本当は貯蓄に回せるはずだったお金なんです。このように、ネットショップで無駄遣いをしないためには、無駄遣いの金額を知ることが最初のステップになります。 そして、無駄遣いの金額が分かったら、 お次に皆さんにネットショッピングによる無駄遣いを減らすとっておきの方法をお伝えしましょう。それはカートに入れるだけで買わないという方法になります。ネットショップには商品をポチるところにもドーパミン依存の罠が仕掛けられているんです。ですがあくまで商品をポチっただけでは買い物かごに商品が入るだけで決済はされませんよね。ですからネットショップ依存症の方はポチるまでに留めておくのが有効なんです。 これならば、ポチることで、ある程度のドーパミンが放出され、脳も満足するし、実際に物は買わないので、不要品が溜まったり、お金がなくなったりしてしまう恐れもありません。また、どうしてもその時に必要な日用品は、ネットではなく、実店舗のスーパーなどに買いに行くようにしてみてはいかがでしょうか。 実店舗に行くのはちょっと面倒なので、こうすることで本当に必要なものだけを買いに行けるからです。また歩いて行けば運動不足の解消にもなるので、一石二鳥だと思います。 一方で、ネットショップで買うものは、急ぎではないわけですから、一旦カートに入れて、一旦放置するようにしましょう。そして、3日に1回ぐらい、カートを開いて、本当に必要かどうかを吟味し、いらないものを削除すれば良いでしょう。おそらく、ポチポチとポチっている時って、ドーパミンが出ていますから、次々とポチポチ、カートに入れてしまうかもしれませんが、3日後とかに、そのカートを改めて眺めてみると、もう冷静になっていて、ドーパミンの波も 過ぎておりますすから別にに欲しくないなないいととうことに気づけるはずなんですポチった勢いで、そのまま決済ボタンを押してしまうんじゃなく、一旦カートで保留しておいて、後日またカートを覗いてみて、本当に必要だと思うものを買うようにしてみてはいかがでしょう。 そうすることによって圧倒的にネットショップでの無駄遣いを減らすことができます。それではここまでで一つ目のお金を貯める魔法の方法、ネットショップの無駄遣いを洗い出すについての解説を終わりにします。それでは次二つ目。 お金がぐんぐん貯まる人になれる魔法の方法、〇〇をチェックして、浪費癖を叩き直すについて説明してまいります。さて、お金を貯められない人の特徴の一つとして、浪費癖が挙げられます。浪費癖がある人というのは、頭の中で分かっていても、その悪い癖をなかなか直すことができないようです。ですが、浪費癖を直すことができなければ、一千万円の壁を達成するなんて、夢のまた夢

いつまで経っても浪費癖が治るわけありません。自分が何に浪費しているのかがわからないため、その時の感情に流されて、お金をどんどん使ってしまい、お金が全くたまらないということになってしまうわけなんです。そんな人が浪費癖を改善するための第一歩は、自分の消費傾向をちゃんと把握すること。これにつきます。そして それに最適なのがレシートチェックであります。レシートを見れば、あなたがいつどこで何に使ったのかというのは、 一目瞭然であります。浪費癖があるという自覚のある人は、まずお金を使ったら必ずレシートを受け取る癖をつけましょう。そしてできれば2、3日に一度、最低でも週に一度は、レシートの内容をチェックしましょう。そして、これは無駄な買い物だったなぁと思うものには、マーカーを引いてください。そうした行動をコツコツ続けるだけでも、確実に浪費癖は減っていきます。キャッシュレス決済や、ネットショッピングでクレジット決済した 場合も月に必ず一度は利用明細や購入履歴をチェックし支出の振り返りをしましょう。 それでは3言の内容をまとめておきます3言まとめこの3件ではお金がぐんぐん貯まる人になる魔法の方法を2つ紹介しています1つ目はネットショッピングの無駄を洗い出すこと2つ目はレシートをチェックして浪費癖を叩き直すということでした本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出て 最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご静聴ありがとうございました